ってもタイ。いや、腐ったらゴミだ。前回、特に見せ場もない謎解きを数個クリアし、歯科助手になることを決めたくるぶしとポセイドンは、見たこともないほど大きな大きな建物へと足を踏み入れた。そこに秘められた謎とは一体。そして今宵ついに二人の旅が幕を下ろす。希望に向かい続けた二人の旅が。よし、じゃあ海の守り神さん行くよ。ここ多分押すと思うんだよね。これ違う？あれ違うのかな？あれ？ここ開かないよ。あ、後ろに行けってことなのかな？なのかもしれない。じゃあちょっと待ってね。一回後ろに引っ張ってみよう。これで、私のこの上の方にあるところから、ちょっと確かに剥がれ落ちてるもんね。よし、よし、よし、よし。これ引っ張るたんびに思い出すんだよね。たかしのこと。たかし。高い志と書いて、たかし。たかしは。よし。じゃあ行こう。海の守り神さん。ここら辺から登れない？よいしょ。よし。わあ、誰も住んでないのかな。誰か住んでそうな気がするんだけど、急にバーンとか出てきてドアのところでバーンってヒットショットとかするのやめてね。ヒットショットって何？ん？こっちか。その時は海の守り神さんをこう縦にしよう。あ、ボタンがあるよ。こうしてみようか。はい。あ？ん？え？あ、何かが開いたの？何かが開いたっぽいね。でもここ閉まっちゃったね。え？何するんだろう。あ、ここか。単純にまっすぐ進めってことじゃん。ほら、ここも穴子さんみたいになってるね。エスカレーターみたいじゃない？これほら、エスカレーターみたいでしょ？わあ、上手。ね。ん？おお、これ。右下がすごい気になる。あ、ここに誰かいるんじゃないかなって思うんだけど、海の守り神さん。いないかな？これ、引きいっぱいのアングルでみんなにご覧いただいてるんです。ねえ、海の守り神さん。ここでいいの？ここ上じゃなくて？海の守り神さん、ここから忍び込めない？忍び込めないか。こっちも行けるんだけど、あれ？いっぱい行けるとこあるよ。あの下にも行きたいんだけどな。ここにも何かあるよ。これなんだろう。あ、海の、ん？ My heart will go on？ タイタニックのところじゃない？あ、これタイタニックしろってことだよ、海の守り神さん。あー、ウィーン、うん、ヘイ、セイマスユー、エンダイノー、チェック。あ、ちょっと待って、今見えるよ、何か下のところ。あれ何かの構造かな？やっぱりここ入るんだよ。海の守り神さん。海のも、あ、行っちゃった。ほら。何これ？殴られたの？殴られた人いるよ。何これ？これよくわかんないんだけど。このおじいちゃんが作ったってこと？これいけないね、こっちに。これでも最悪海の守り神さんを使えばいけるんだけどね。これでも何かあるはずだよ、絶対。物を持ってくるその物が。あ、これ歴史だよ、絶対。この殴られたおじいちゃんの。殴られたおじいちゃんは、ここを作ったのかな？ここの責任者なのかな？この人が。そうみたいだよね。で、あり、ポセイドンの、あ、これは、ポセイドンの生みの親なんだよ、きっと。で、これが、さっきの殴られたおじいちゃんで、これが一番最初に見た、お父さんじゃない誰かだよ。絶対そうだ。ここに来る因果だったんだ、私たちは。ね、海の守り神さん。ここにいて。とにかくこれで一回行ってこよう。ポセイドンが下の道を通れるようにしてくれるはずなんだよ。あのボタンを押すと。多分ね。よし。よし。じゃあ押すよ。あれ？こっち？あ、ここ、でも同じかな。こっちはもう行けないもんね、先に。よいしょ。ほら。やっぱりそうだよ。あ、このボタン初めて。すごいめり込まじゃん。何？
持っていい、え、何？何が起こったの？何？どうしたらいいの？わかんない、画面が変えられない。ダメだ、海の守り神さんだけでも助けないと。多分こっちじゃないかな。もしかして動いてる？これ動いてるんじゃない？海の守り神さん、きっとそうだよ、ほら。わあ、すごい。何？ポセイドンよりもでっかい、また大きな船を私たちは手に入れたってことなのかな。今まで行けなかったまた違う世界へ行けるようになるのかな。行けない。なぜなら今回が最終回だからだ。しかしこの大きな大きな船はクルブシとポセイドンを救いへ導くことには違いはない。何か見えてきた。あ、岩か。あ、どうしたの？あ、落ちてきちゃった。落ちてきちゃったよ。これなんだろう、まずいことが起こってる気する。ちょっと海の守り神さんだけ中に入れといてあげないと。一人では何もできないから。よし、ちょっとポセイドン先に前の方に行こう。あ、これちょっとレスキュー隊できないかな。無理？でも入れないもんね、ポセイドン。あ、こう絶対入れないよね。ほら、あ、ポセイドン、それ押し切りもいいじゃない。待ってよ、よいしょ、行くぞ。よし、ナイスだ、ポセイドン。まずポセイドン、ちょっと待って、ポセイドン、まずい、ポセイドン。よいしょ、これだ。これですぐに水をかけてあげないと。よし、よし、どうだろう、ダメかな。もうちょっと下に、もうちょっと下、ちょっと、あーあーあーあああ、熱い熱い熱い。ちょっと待って、切り返しがわかんない。これ下から行った方が絶対いいぞ。安牌だ。よし、消えたかな。エネルギーって書いてるね。あ、エネルギーがやられちゃったんだ。じゃあもう動かないんじゃないかな。動くかな、これ。どうしよう、ちょっとボタンも出てきたしな。じゃあ多分あのボタンを押すのかな、上ので、下にペコンペコンって引っ込んで右により進むことができますっていうのが一番のテーゼだと思うんだけど。よし、じゃあ押すよ。よいしょ、うん、ん？あれ？そんなに押せないよ？思ってたより押せない。なんだろう？違うのかな？じゃあ、これを引っ張ってここにくっつけるのかな？ここにくっつけるとこがあるんだよね。これ、え、でも意味ある？これ、回す。まあ、一回やってみよっか。よいしょ！ん？でもわかんないよ。え、それは、それだったら重りになっていくとかそういうことなのかな。よし、押してみるよ。はい、あ、降りていったね。降りていった、降りていった。え、ってことはやっぱりこっちに重りがいるんだよ。絶対何かここに置かなきゃなんないんだって。これひょっとすると右に行けってことなのかな。じゃあ一緒に行こっか、海の守り神さん。あ、ボタンあるね。さっきからいっぱいボタンとかあるね。じゃあここちょっと押してみようかな。ん？なんか落としてるよ。あ、ここにも絵が描いてある。右側には機関車の絵があって。あ、あれなんかブルーウィスレスの看板か何かに書いてあった気がするよ。あ、違うな。We なんとかビルドアワーフューチャーみたいな書いた時にこの右のやつ見たな。それがこの今乗ってるやつか。で、左の方にあるのは何だろう？港かな？真ん中は家っぽいけどね。多分あれがブルーウィスレスかなって思うのよね。で、竜巻がやってきて、すべてが終わっちゃったのかな？じゃあ、竜巻が原因だったのかな？すべては。どうなんだろう？とにかく押してみよっか。よし。よいしょ！なんだ？あ、動いた。動いたよ。緊急起動装置みたいなことなのかな。あ、持っていっちゃった。あ、上のボタンなんだあれ。よし、じゃあこれでポセイドンいけるっていうことなのかな。でも、ん、
これ下がってないよ、まだ。これどうやって下げるんだろう。よし、そんな時にこれだね。この今まで使うことがなかったこの赤いボトルは、もしかしたらこの時のためにあったのかもしれない。私があれをこうやって残しておいたのも、もしかしたら運命だったのかもしれないね。待ってろ、海の守り神さん。よし、ん、なんだ、今度は何しろってんだ。え、違うのか。あ、ちょっと待って、あ、落ちちゃった。ここに燃料あるじゃん。全然ちげえじゃん。じゃあ、なんだよ、さっきの。あれ多分持っていけってことでしょ。ああ、絶対そうだ。うわあ、認めたくないな。なんか、どうにかこうにかして違う方法でクリアってことできないかな。うわあ、認めたくないな。よし、これでいいね。これでおそらく上に引っ張っていけば、なんとかなるんじゃないかなって思うんだけどな。ポセイドンもう一踏ん張りだよ。よいしょ。せーの。よし、どう？ポセイドン引っ張れる？引っ張れてる気がするんだけどなあ。来てるね。よかった。これでポセイドンと右に行くと何が待ってるんだよね。あ、すっごい邪魔してるじゃん。すっごい邪魔してるよポセイドン。何の役にも立たないよそいつ、やっぱり。よし、じゃあ押してみるよ。はい、やったね。これで多分燃料もまた入ってんじゃないかな。ここが燃料メーターだと思うんだけどな、この船の。ほら、来たね。これでちょっとポセイドンずらしてあげようかな。どうだろう。お？すごい伸びちゃうよポセイドン。あれ？まだなんかしなきゃなんないの？え？ポセイドン？伸ばせばいいってもんじゃないよポセイドン。ポセイドン、ポセイドンすごい伸びてるよポセイドン。よし、ポセイドンそこにいてね。私なんて力強いんだろう。よいしょ、よいしょ、よし、どう？あ、また進んでくれそうだね。よかった。あ、ポセイドンこれでやっとこっちに来れるんじゃない。よし、ポセイドン一緒に行こうよ。じゃあ、行けないね、ここから先は。ここから先はいけないっていうか、海の守り神さんが挟まっちゃったね。あれ大丈夫かな。どうしたの、何ビクついてるの。違うんだよポセイドン、その上に挟まっちゃってるんだよ海の守り神さんが。あれ、ここもしかしてポセイドン、これ降りるとこじゃない。ほら、わあ、すごい、お待たせ。あ、何、ポセイドンたちを連れて行ってくれる機械だったわけ、やっぱりあれは。っていうことは、この先に私たちが求めてる何かがあるってことなのかな。よし、じゃあ海の守り神さん行くよ。一緒に行こう、最後は。今までいろいろあったけどごめんね、海の守り神さん。ん？わあ、すごい大きな山だ。今まで見た中でも一番高い山かもしれないね。人がいる？人いない？あれ人？あ、違う、マチボウみたいな、マチボウみたいなやつだ。あ？よいしょ。お？なんか地面が揺れてるよ。地震かな？地震みたいな。わあ！何あれ？ポセイドン！ポセイドン、えらいことになってるよ！こんなのまずいよ。当たったら人またまりもないよポセイドン。ダメだこれ、すぐに行くしかないポセイドン。わ、こんなのないよ。ちょっと待って、せっかくもしかしたら私たちいいとこまで行けると思ったのに。よいしょ、燃料も入れて。よし、あ、ポセイドン後ろからすごい風が来た。大丈夫かな、火山灰じゃないこれ。あ、見えなくなっちゃったポセイドン。お願い、押すことしかできないポセイドン。どうなってんの？わあ、上から降ってきてるよポセイドン。大丈夫なのポセイドン。ポセイドン当たってるんじゃない？当たってない？わかんない、全然わかんない。どっかに避難しないと。あ、少しずつ見えてきた。ああ、はあ、ポセイドン、ポセイドン、なんて
てこと？どうしよう。直せないよ、ポセイドン、こんなの。あんまりだよ。せっかくここまで来たのに。ポセイドン、ポセイドン、ダメだ。本当に涙が出そうだよ、ポセイドン。演技じゃなく。あ、ポセイドン、もういいよ、ポセイドン。それでもういいよ。動かなくていいのよ。ポセイドンのマスターだけ取ってあげよう。ありがとう、ポセイドン、今まで。え、何？え、これどういうこと？これでもポセイドンを使うっていうの？ごめんね、ポセイドン。最後の最後まででも一緒にいようね、ポセイドン。ダメだよ、見てらんないよ。ちょっとでも軌道に乗ったね、ポセイドン。早く誰かに直してもらわないと。あ、もう大丈夫なのかな、火山は。ああ、バスだ。前にも見たことあるバスだね。ごめんね、ポセイドン。ああ、ここにもハーレー・ダビッドソンもあるよ。ちょっと待って、ポセイドン、ここポセイドンたちの墓場なんじゃない？ほら、周りにもポセイドンの機械みたいなのがあるよ。みんなどうなったんだろう。あ、空が晴れていく。どうして？ポセイドン、もう行けないんじゃないかな。ポセイドン、あ、ごめん、ポセイドン。よし、ポセイドン、ちょっと待っててね。でもすごい最後みたいだから、先に言っておくけど、本当にありがとうね、ポセイドン。じゃあ行こう、海の守り神さん。これかな、このボタンかな。海の守り神さん、じゃあ最後に海の守り神さんを使わせていただきます。今までありがとう、みんな。そしてありがとう、海の守り神さん。早っ。助けてください、誰か。私を助けてください。え、助けてください。お願いします。あ、カモメさん、そこのカモメさん、助けてください。大雨を乗り越え、続けよう。竜巻からも逃れ、雪が降る日も、氷が降る日も、希望がある方へと進み続けたくるぶしとポセイドン。彼らの旅の終着点は大いなる海であった。不安を押しのけ、孤独を振り切り、辛くとも前を向いて進み続けた二人は。あ、助かった？ついに今、救われたのである。っていうのが、まあ、俺が小さい頃にね、体験させてもうたことで、はい、で、まあ、みんなあんまそれ信用せん、自分も信用してへんやろ。せんと思うとこうな、俺、誰に言ってもせんな、これ。あんまり信用してもらえへん。っていうよりも、うん、女じゃないじゃないですか。あ、まあ、その時はね、俺もやっぱ、アホやったからな、勘違いしとったんやわ。うん。だから、はい、今になったら分かるけどね、男や言うてね。あ、その時はね、女やと思ってた節あったな思ってね。でも名前とかも違いますよね。ああ、
ちょ、名前はね、あれなんや、それ、ほんなら、それ、今でも、そう、俺の見て、ほんなら、プロブシギって言わへんの？まあ、無理やん、もう。そうですね。いや、ええ、小さかったからね、その時は。はい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 、そう、俺がで、そんな、その時は行く。そんな、お前、俺も大きなデッドお前、バチバチ、そんなもんな、やる時に、そんな、プロブシギで。そうっすね。そんな、お前、笑ってない、笑ってないよ、お前。そうっすね。笑ってない、笑ってない。今ポセイドンってどうなってるんですか、あれは。あんね、ポセイドンはね、あの後あの半分のね、前のとこだけ、はい、後ろもほんま重なってもうて、はあ、あの前のとこだけはあの、はい、今あの大和高田の駅の近くのガレージ借りて、はあ、うん、そこにあるな、ね、でも、もう動かせへんやろうからな。そうでしょうね。やっぱなかなかやっぱあれ使える人もおらへんちゃう、うん、でしょうね、うん、と思ってるからね、うん、いやいや、まあどう処分しようかなと思う、さすが粗大ゴミじゃ出せんちゃうかなと思って ね、思ってるから、ね、確かに違うね、うん、どうして今回このようにこうインタビューをされる気になったんですか。あのね、あのだからそう、俺らのバンドが次そのニューアルバム出すやんか、うん、その北風キャッチザウェーブっていう、うん、でその北風キャッチザウェーブのそのアルバムの構想してる時にそのどうしようかなって考えたっていう、はあ、あのところをね、思い出した、あったなと思って、これ、はいはいはい、小さい時はやったなって、北風ね、北風ね、うん、はい、それを、はい、まあ、今回こうやってインタビューしてもらう形でね、はい、って言えたやったら、あの言うた方がええんちゃうかなと思って、もうほんまはそれ言ってないよ、そんなそんな、お前、じゃあお前、くるぶしや言うて言わへんの。いや、僕は言わない。宣伝じゃないんですよね。宣伝ちゃうよ。宣伝、あ、宣伝ちゃう、宣伝ちゃう、さ、全然違う、それはほんまお前。あ、いや、それもう全然違う、もう、はい、すみません、すみません、うん、はい、何か皆さんに一言ってあります？あ、一言？はい、できれば。あー、一言なー、うん、まあ、いや、あ、どうも、大木信之言います。まあ、今回その北風キャッチザウェーブっていうアルバムを出してさせてもらいます。あ、できればその皆様の頭の中にもその何かしら、いいウェーブが来るようにって言っちゃもういいんちゃうかな。あ、そうですか、うん、あ、そうですか。あ、もうそれいいんちゃうかな。それあんま俺が言うたら嘘くさなるやん。そう、もういいんちゃうかな。わかりました、はい、じゃあなしでなしで、はい、今回ありがとうございました。あ、こちらこそ、うん、ありがとうございます、ほんまに頼みますよ、はい、インタビューのその記事で僕ほんましっかり見ますからね。はいはいはい、はい、ありがとうございます。言うだけ、はい、ありがとうございました。まだ、はい、はい、ありがとうございます。さあ、ということで皆さんいかがだったでしょうか。あ、今回プレイさせていただきましたゲームはファーローンセールスというゲームでしたね。久しぶりにこの声で喋るような気がしますけれどもね、どう捉えられたでしょうか。まあ、今回はですね、まあ、物語風と言いますか、何と言いますかでプレイさせていただきました。できるだけなりきってね、なりきれてはいなかったですけれどもプレイさせていただきました。率直に感想を言いますとですね、最後のシーンっていうのは本当に胸にくるものがありましたね。まあもう本当に見てられなかったですね、私としてはね。で、まあこれもぶっちゃけた話なんですけどね、今回このこういったシリーズを作ろうと決めた過程の中でね、一回火山のステージ手前まで実はプレイしたんです。2時間ほどですね、約2時間ほど8割9割を一度プレイしたんですね。で、普通の声でプレイしてたんですけど、まあ、どうもなんかこのゲームの趣旨と合ってないんじゃないかと、まあ、いつも通りちょけてふざけてプレイしましたんでね、まあ、今もふざけてるっちゃふざけてますけれども、ただなんかちょっと違うんじゃないかなと思ったんですよね。っていうのも一番最初このゲームが始まった時に家に向き合うくるぶしと名付けましたが、くるぶしから始まるんですよ。ほんでずっと家を見てて画面がズームして、くるぶしは私は操作してないのに後ろに振り返るんですよね。だから家の方向、私たちから向かって左側を見ているのが右側に向くっていうのは、この左っていうか家っていうものっていうのが、まあ、今の不安とか、まあ、孤独とかそういったものを象徴してるんじゃないかと思うんですよね。あ、おそらくお父さんやと思うんですけど、まあ、その不安とかそういったものから右側、今度はその未来とか期待とか希望とかっていうものへ向かっていってるっていう決意だと思うんですよ。で、その決意
がこう始まった時に少しずつ右へ進んでいけば、そこに現れたのが父の形見である、まあ、ポセイドンという名を付けましたけれども船があったんですよね。その船とともに今度は二人三脚で助かるんじゃないか、誰か生きてるんじゃないかっていう希望を胸に右へ未来へっていうか進んでいくわけですよ。だから一重に左右って言っても、まあ、全然方向が違うと思うんですよね。うん、でそういったメッセージがこのゲームにはあるのじゃないか。途中いろんなところで廃墟となった家とか、まあ、そういった廃校みたいなとことかもあった。でもそこでもこう最終的にできるだけ右へ右へその期待とかっていうものを胸にずっと進んでいって、でのろしのところに行くわけじゃないですか。でこの最中で出てくる壁を乗り越えるというその苦境に向かう精神っていうかな、あんなもう本当にちっちゃい子供ですよ。あのちっちゃい子供がねポセイドンと一緒に、まあ、なんだったら父親の気持ちも乗ってるその船にね乗って一緒にこう、まあ、進んでいくっていう過程だからこそ、あの最後のちょっとところで胸に来たんですけどね。だからそこは伝わらないんじゃないかっていうことで今回撮り直してあの物語風にさせていただきました。もう本当にだから最後のねこうまあポセイドンがパーンって割れてで動かなくなって、でもそれでも娘っていうかな、うん、子供を自分の子供を右まで進めましたい、のろしまで俺が最後まで付き添ってやるっていうあのけなげで力強い姿っていうのはどこか親の気持ちがそこに乗っているような気がしてね、なんかねやっぱ今まで愛着も湧いてきてたしね、アコは胸に来るとこがあったよね。アコは本当初見でよかったなとは思うけれども、まあ途中何回か死んだこともあったしね。ちなみに言うとね、あとあの声の合わしがむずいな、ボイチェンみたいなこの音程機能を使ってて、やっぱこれね苦ですね、難しいな。寝起きなんてのは本当にババでしたね。まあいろんな経験させていただきましたけれどもね、皆様に私が伝えたかったメッセージは果たして伝わったのでしょうか。まだ伝わってないかもしれないですけれどもですね、私は非常に楽しませていただいたゲームだと思います。良い BGM、 良い世界観ね。ゲームのプレイは別に大した面白いものではないよ、でもそれ以上に得るものがあったと思いますから、よろしければ皆様もぜひね、自分がなんかちょっと頑張ろうかなと思う時にはこのゲームまたプレイしていただければと思います。と言いますことで、今回のこのゲームも最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お疲れ様です。